はい、ここんんんにちはは沖縄おばばばでですこんばんはですね今日も仕事でした。あさってまで仕事です、えー。そういうわけでちょっと、えー、ここ1週間バタバタしてるので、えー、何かあんまり動画あげられないかもしれません。ごめんなさいね。 今日はジャック・マーさんの動画を紹介したいと思います。ジャック・マーさんね、あの、とっても大事なことを言ってました。中国観察さんの動画なんですけど、ジャック・マーさんインタビューに答えて、自分があの真実を知るようになったのは英語ができるようになってからだと言ってました。それまで、えー、多くの人が言うように、中国は世界で一番いい 国だと思ってたそうです。でも、オーストラリアに行って、えー、いろんなことを勉強して、そうじゃないことが分かったって言ってました。はい。私もその通りだと思います。えー、何か自分の国だけ見てるんじゃなくて、他の国に行ったりとか、そういう経験、他の国の言葉を、言語を学んだりするっていうことも、とても大事だと思ってます。そして、ジャックマーさん、とてもあの、いいこと言ってて、自分の頭で、 人から言われてではなくて自分の頭で考えて、えー、そして行動してみることが一番重要だと言ってました。私もその通りだと思っています。はい、えー、とてもね、あの、いい動画だったので、えー、皆さんにお伝えしたいと思いました。それでは皆さんまた明日、明日の朝は多分あの、また10名さんの動画あげられると思います。はい。 それでは皆さんごきげんよう、沖縄ばばでした。